どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ということで、キヨキヨのゆる動画のお時間がやってまいりました。ありがとうございます。あのね、なんか知んないんですけど、僕のね、本編の動画あるじゃないですか。その例えば、新カード使う、まあ新カード使うのは結構再生回数いくっすけど、その日常の動画あるじゃないですか。日常の動画と比べてね、めっちゃね、このゆる動画界もすげえ再生されるんですよ。なんでなんで、めちゃめちゃゆるいじゃん。まあそれがいいのかな。なんか YouTube って僕もね、なんか瀬戸さんの動画とかヒカキンさんの動画見るときに、やっぱね、なんかゆったりした気持ちで見るんですよ。だから僕、はじめしゃちょーさんのあのサブチャンネルめっちゃ好きで、まあただその毎回の動画こういうゆる動画だと、なんかメリハリがつかないというか、たまに出すからいいよね感あると思うんですよ。多分ね、今視聴者さんの中にうなずいてる方たくさんいると思うんですけど、今日はですね、こちらのゼロからレジェンド道の赤のトロ上げをねしていきたいと思います。もうサブちゃんのノリですよ。もうだから僕もなんかもうなんつうの、もう眠いテンション、別に今眠くないんですけど、普通のなんか友達と喋ってる感じ。友達と喋るときにさ、その友達と雑談してるときに「ガワー!」とかやんないでしょ。なそう、ちょっと今の割とつまった。そのと、なんかその友達と、なんかこう友達と喋るときって別にテンションの起伏がないわけですよ。沈んだりもしないし、テンション高くなったりもしないじゃないですか、基本。それ5本やんな。それ言い方違うんですけど、なんかまあね、ずーっと高いわけじゃないんで、普通に行くじゃないですか。だからその感じで、ね、友達目線みたいな感じで行こうかなと思います。なんで今日はもうグダグダ喋りつつって行きたいんですけど、もうね、今ね、トロフィー数が3145と。で、僕、まあ、レジェンドを目指してるんで、まあね、残り800なんですけど、カードレベル的には、相手とトントンか、相手よりちょい上か、相手よりちょい下かっていうラインなんですよね、今、見てみると。まあ相手も、一番上の試合とか、相手ウルトラレア使ってきてるんですよね。あ、でも相手、謎にファルチェレベル1みたいな。で、一番上の試合。なんだこれ?戦ってて気づかなかったけど、めっちゃ調子乗ってるデッキっすね。で、一番上のやつは、まあ、レアが6。まあ、ちょい高。僕の方がちょい高っていう感じなんですけど、3300ぐらいになってくると、やっぱり、ちょい高じゃ済まなくなってくるんで、トントンになるんで、そんな雑談、もう言っちゃいます。もう言っちゃいます。その、雑談会ではない。うわ、格上出た。もう格上、止まって、超集中 しないと勝てないかもしれん。うん。結構ね、その、1週間で行くのすごいっすね、みたいな、いうコメントもいただいたりとかするんですけど、1週間、で言ったのは課金を、トロ下げ?トロ下げ?絶対トロ下げじゃん。やった、ラッキー。トロ下げじゃないんかい、あんた。そのなんかさすがにすごいみたいなことをいただいて、なんか嬉しいなと思いましたね。まあその言うて課金してるわけですよ。言うて課金してるんで、そんなに、まあもちろんすごいわけではないんですけれども、なんかただ課金してるだけだったら1週間じゃいけねえよみたいなコメントね、いただいてありがとうございます、皆さん。皆さんのコメントマジで見てますからね、僕。多分ね、YouTuber ってかね、違う、YouTuber みんな言わないだけで、めっちゃコメント読んでるっすよ。はい。だからね、ダメですよ、ね、誹謗中傷コメとかね、割と傷つくからね。本当に、本当だから、これ。まあ、僕は、まあ、最初の頃よりはもちろん慣れましたよ。もうすぐ YouTube 始めて、4年?今3年と9ヶ月とかなんですけども、さすがに、まあ、慣れてくるんですよ。死ねとかさ、言われて、まあ、なんかめっちゃ煽ってくんない?って。その、慣れてくるんですけど、たまにさ、なんかこう、ぐさってくる質問じゃないわ。コメントがあるんですよね。なんか、最近、最近、なんか、面白くないよねとかさ、ちょ、まざすみたいな、言わないでみたいなのはありますよ、はい。ただね、やっぱ強い人は、YouTuber の中で強い人は、やっぱりそういうのは、なんかまあ、もう気にせんと。もうビジネスやから、そんなもう気にしてたらよくねえぜ、みたいな言う方もいるんですけど、僕はね、例えそれがビジネスであったとしても傷つかないですか?例えばね、ビジネスで、なんかね、その、なんか おもちゃ作ってる人がさ、子供からさ、そのおもちゃつまんねえとかさ、あと商品一緒に作ってる人からさ、この発想はなんかいけてないねとかさ、ちょっと言われたら嫌じゃないですか。そんなノリ、そういうノリ。
な気はします。待って、これやばない、これやばない。僕の力不足。よし。頼む、頼む、頑張れ、頑張れ、頑張れ。やめてー、やめてー、やめてー。やめてー、マジかよ。そう、謎にね、この、ゆる動画界は、割とこう、思ってることとか、なんか最近のこととかを単純に喋って、やめて、あ、もう無視、これ無視、これ無視。相手エリクサーないんで、エリクサーないんで逆にこちらから攻めていくパターン、うん、なんか普通のなんかことをなんかこうちゃんと喋っていこうかなと。まあでもちゃんと喋れてないんですけどね、僕結局あのプレイに集中した。あぶねえ、セキュルチャーノム、やべ、セキュルチャーノムじゃねえか、あざっす。今のところ多分このアカウントで多分負けたこと一回もないと思う。多分待って、多分負けたことないでしょ。だってこれ見てみてもないでしょ。さすがにないよね。ほら、ないんですよ。なぜならばずっと格上で戦ってきたから。これ見てもわかんないか。これ見てもわからんか。勝利数が110で、3クラウン勝利が85。これもやばいですよ。まず、あ、負け数とか別に出ないのか。なんか外部サイト使うと、なんか見れるみたいのは聞いたんですけど、なんかよく、外部サイトの見方もよくわからんっていう。なんか、そこまでして別に調べたくないなっていうのはあります。ねえ、なんか、勝率が 56.4% で出たとて、わからんわっていうね。すごいのかもわからないし。うん。まあそこでなんかこう、ドズルさんとかと比較したり、友達と比較したりするのは面白いそうですけどね。ゴーストだるいなぁ。で、ゴーストはドッスンでいきますか。ここはね、ここは割とドッスン岡村。ドッスン岡村できた。てか、もうすぐ大学始まるんすよ。大学始まるんすよ、マジで。4月からね。4月6日 ?6 日かな ?6 日 ?7 日 ?8 日わかってない。ちょ、さすがにやべえ。健康診断があるよって友達に教えてもらって、マジか、みたいな。健康、別に健康ですよ、みたいな。うん、いや基本そんな健康じゃない人いないでしょ、多分。どうなの。僕は健康診断で、あ、でもあったわ。僕はあの単純に、なんだろうな、健康診断で背中がめっちゃ曲がってますって言われたっすね。確か2年前ぐらいに、めっちゃ曲がってますって言われて、え、みたいな。で、病院行ってくださいみたいな。そしたら首の骨もなんか曲がってるというか、姿勢が要はこう猫背になっちゃってるってことだったんですけど、言いたいことは、その猫背になっちゃってたんで、なんか首もなんか影響ありますみたいな。で、何したっけな。でもね、今も首がストレートネックなんですよ。ストレートネックって要は PC 作業する、まあ、もうクラロワプレイ中にこの子喋っちゃいない。 PC 作業中にこう見ちゃうじゃないですか、 PC を。だから本来首ってこうちょっとね、歪曲っていうの、ちょっとこう曲がってるものなんですけども、PC とかのやりすぎで前に行っちゃって首が前になる。そうすると脳って1キロとかあるじゃないですか。頭って1キロぐらいあるんで、その1キロの重みを耐えられないというか、さらに負荷がかかっちゃう、首にっていう悪影響があるって聞いて、でこんな喋りながらする人なかなかいないでしょ。こんなね、よし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 。え、これどうしようかな、これどうしよう、まあ、あー、これ防衛から入ればよかった。だって多分相手メガナイトバルキリーとか逆サイにドカンでしょ。あー、なるほど、これはラッキーなんじゃない、よろしくと。そう、そんな感じで、なんかそんなに意味を、えぇ、スパーキー、マジ、はい。ちょっと待って、スパーキーはさ、聞いてない。まあでも、スパーキーは、正直ね、弱いっすよ、マジで。あ、え、もうマジかよ、スパーキーはマジで、僕ね、1年ぐらい、いや、違うか、1年、あれ、クラロワって何周年、クラロワ2周年かってことは、まあ、約1年ぐらい使ってるんですけど、やっぱね、対策カードが多すぎ。マジ、石コスでやられるから。もうスケルトン1体出しときゃオツみたいなとこあるんで、やっぱ弱い。うん、でもね、使ってて楽しいというかね、僕スパーキー病にかかってて、スパーキーってめっちゃ気持ちいいんですよ、決まると。で、決めにこう先打ちやる雨とかして決まったらもっと気持ちいいじゃないですか。だからね、とりあえずね、使ってて気持ちいいんですよね。で、他のデッキホグとかやるとさ、まあなんかその攻防戦が面白いっていうのはもちろんあるんですよ。ただなんか物足りないなってなっちゃうんですよ。ただね、まあ、スパーキー使わずにホグずっと練習してるとホグの楽しさもすげえあるんですけど、僕はね、やっぱ豪快さがいいっすね。そうだから、やっぱジャイプ EP とかも好きっすね。うん、あとはね、枯渇デッキも好き。なんて言うならば、あの枯渇デッキの、あのいやらしいことしてる感が好きなんですよね。あー、もうここだけさ、ここだけカットされてさ、ツイッターに載るんですよ、本当に。
そう、待って、え、なん、あ、あれか。じゃあ一回守ります。そう、そのね、なんかやってて気持ちいいってあるの。ちょっと待って、相手見る系か。ちょ、これ僕見ますね。おー、マジか。うん、メガナイトで防衛するしかないんですよね。基本このデッキマジ受けなんで、受けてバレルで刺すみたいな、うん、てかね。え、あー、メガナイトか。メガナイトやっぱ流行ってますな。ちょ、ドッスンやめて。ドッスン、うわー、やだなー。このアイゴレやだ。アイゴレじゃない、アイスウィザードマジやっすね、これ。あー、なんでここにガゴ出したんだろう。もったいね。あー、もったいね。あー、今日どうしようかな。今日ね、今もうすぐね、もう寝なくちゃいけないんですけど、寝なくちゃいけないけど、お風呂、湯船に浸かりたい。久々にお風呂の湯船に浸かりたい。ちょっと逆サイにバレルとりあえず飛ばしといて、まあ嫌なのも使うんでしょうと。ただここをドッスンしといて、一気に奇襲と。よし、ドッスン、はい、ドッスン岡村、ドッスン岡村からの一気に奇襲。よし、行ってこい。よし、決まると気持ちいい。あれ、もうすぐもしかして春休み終わり？え、春休みっていつですか？春休みっていつまでですか、ちなみに。え、いつまでなんだろう。そっか、僕このゆる動画はなんか昼って暇じゃないですか、基本。なんか昼、多分春休みの学生とかは多分昼の10時とかに起きると思うんですよ。でもね、いや違う、10時に起きたら早い方かな。あ、これ相手落とし系ですね。うん、その昼の10時に起きたら早い方だと思うんですよね、普通の。あ、何もしてないこう暇な学生は。だからその方々に向けて、ちょっと暇だったら YOU 見ちゃいなよみたいな感じで9時とか10時にね、動画アップしてるんですけども、春休みが終わっちゃったらもうみんな9時10時は学校にいるんで、学校にいると 4G で Wi-Fi 使えねえみたいになってね、動画すら見れないんで、よろしくと。うん、だからなんかそうっすね、学校始まってしまったら、まあ、毎日実写動画と比べる。うわ、マジか、これ一個。あ、なんで出したんだろう。まあいいや。なあ、なんかちょっと、なんでこっちなんだろう。普通さ、こういう時ってエディポン側に出した方がいいんですよ。というのはメガナイトガゴを相手が無視してきたら、エディポンにそのままエディポン攻撃できるんで、めっちゃ強い。あー、バレル出せばよかったな。で、相手30子とか出してくるんじゃん、絶対。30子出してきそうなんで、バレルを先出し。あー、これか。え、待って、バレルこれターゲット飛んだ。よしよし、あー、うわ、これメンデオクサ、これメンディーだ、これメンディー。うわ、これベビドラとか合わせてきたらマジこの人、うわ、なんでも行ったそばからさ、行ったそばからやるっていう、ちょっとそう、ちょっと怒られるやつだよ。しかもめっちゃ嫌だ、めっちゃ嫌なキャラ、キャラじゃねえよ、めっちゃ嫌なインドラ、マジで一番嫌だ。うわ、一番、うわー、グッドゲーム。うわ、初負けかもしんない、このアカウント。え、多分初負けっすよ、多分ね。うわー、これ嫌だな。ここよしよし、インドラターゲットゾーンの遅くなったのがすごいね。うわー、マジかよ。うわ、マジかー。ちょっと最初ミスったかな。頼む。うわー、ゴロリンチョしてきたよ。まあでもなー、右227でしょ。ゴロリンチョしてきたってことは、いきますよ、ゴレ来た瞬間に。これさあ、これどうする。無視、これ無視でしょ。はい、あざっす。よし、大体嫌な飴使っ、嫌な飴持ってたっけ、あれ嫌な飴さっきの試合で、嫌な飴いつの試合だ。で、ここはオッケー、全然オッケー、全然オッケー。ここはこういうことでしょ。はいはい、で止めて、はいはい、もう、はい、あ、もうさ、はい、さっさとベビドラちゃんだけ、はいはいはい、やばい、学習してる。キヨキヨどんどんが、あ、ワイボ、え、ワイボ持ってんの、どんだけ持って、どんだけ枯渇。あ、使ったね、あなた使いましたね、あなた使いましたね、ドスン。よし、さ、うわー、これやだな、この、関口メンディー。よし、え、よっしゃ、ダメージあれに入ってる。え、でもさ、これ以外なんだよな。よし、ここ止めつつ、富岡くんからの、ちょっと後ろの縦付けやだな。ちょっと待って。オッケー、富岡製糸場からの、富岡製糸場、
上からのバレル。よし。なんか来い。ギャング。あっあっあー、やった。今のあーはちょっとよく今のあーはちょっとよくないあーだってたけど、よっしゃ。これね、こういうまったり会がいいかもしれない。なんかもう友達と喋ってる時、別に僕こんな感じなんですよ。普通な感じ。うん、ルイスラバーズ、ルイ・ヴィトンかな。お、虫族。これめっちゃワンチャン投げてみますよ。ワンチャン、わー、意味ねってか、相手も割となんかこう意味ない。お、マジか。これはもう一応バレル出しておきます。さあ、相手ザップなくて。うわ、スケ舞台も持ってんの。スケ舞台ちゃんも持ってんのね、あなた。うわ、これ来た。これはメガナイトドッスンでしょ。はい、ドッスン。ドッスン強えよな、マジ。てかマジ、ゼロからレジェンドドの時のドッスン、マジで強かった覚えありません。うん。あー、このドッスンは死亡かな。このドッスンは死亡のお知らせかな。頑張れ。おさあ、なんかランバーとか来る、ないです。出すの。よし。相手ね、ここにザップ使って、槍ゴムにザップ作って、使って。そりゃそうだよな。でこの人多分やりゴム無視することに徹底してるんで、さあザップ使って。おさあ、あー待って、ザップ使え。さあスケルトンが入るよ。ザップ使う、お、使わない。よし、オッケー。あ、ちょ早すぎ出すの。頑張れ。レイジやめろ。ザップ使ったということは、もう、そういうことですね。そういうことですね。言うたらそういうことですよ。OK。さあ、行ってこい。何です。あ、この人、やりゴム絶対無視する。なんだ、もう、何があっても無視する男だから。さあ、やられちゃう。これが強いところなんだよな。さあ、三方向、細かいの。全然効かん。あ、効く。あ、いいんじゃない。うわ、でもやだな。これやっすね。よし、頑張れ。ここは、いやー、エルビズちゃんが。まあ、許容範囲でしかない。許容範囲でしかない、はい。さあ、ここは、うわー、オッケー、なんだかな、いい感じ。相手な、突破力あるっすよね。ちょ、ここ、メガネどうすん。うわー、これが強いのよ。ダークプリンスって、そう、言ったら空攻撃できないんで、こういうなんかお堅い系には弱いんですよ。マジか。ザップ使いましたね状態に持っていって、ザップ使いましたねと、アルプ使いましたね。使ったらバレルがササリンチョッチョジョス。よし今んと、さっき負けたっけ。負けてないっすよね。なんだかんだ勝った気がする。これ今んところこのアカウント無敗でレジェンドいったら、ちょっと褒めて。うわっ、え、だって負けてないよね。ほら、引き分けはあるかもしんない。でもクラウンドから箱、あ、ちなみにここにつくグッドボタンは次のゼロからレジェンド道には反映されません。はい、本編の方にしようかなと思っております。はい、ちょっとね、そろそろなんか負けたら嫌だな。だ、負けたくないもんね。なんか無敗でレジェンド行ったって言ったらかっこよくないですか。多分なんか外部サイトとか使ったらわかんのかな。でもなんかそれってなんかスーパーセルの規約的にいいのかなとか思っちゃったりもする。さあ、頑張れ。頑張って倒して。あー、全然意味ない。あー、このエルビス許容で。ん？あれ、ザップ使ってくれた。あー、結構入んな、これ。結構ザップ使ってエルビス使っちゃったらさ、こうスケルトン部隊での防衛がはかどると。よし、センキュー。ここでローリングと思ってたらマジ変態だと思う。いけ、よし。なるほどね。大丈夫かな。ドッスンはまだ。オッケー、ここでまだ防衛する。キヨキヨ。おー、なるほどね。まあ、エリビズ出しちゃっていいのかな。で、ホグ飛んでくるんで。
ホグニキが、いや、ここエレミザールから強気の攻め、強気の攻め、エレミザールから強気の攻め、さあ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 、これが強い、これが強い、さあさあ、いけいけいけ、うわあ、これあー、エレミズ粉砕される、エレミズ役立た、結局、おわー、エレミズ生きてる生きてる、あ、これ落としたんじゃない、一発一発、もう一回、はい、30、おお、あ、来た、これ相手でもなんかザップ持ってるよね、ザップ持ってやめて、ういー、どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな、これもうホグ来る、あ、来た、いやいや、危ねえ、めっちゃ冴えてる、なんかなんかね、感覚的になんか最近ね、なんか相手もそろそろ出してくんだろうみたいな分かるようになってきた、なんかてことはもう攻めでいいのかな、もう攻めちゃうよ、攻めちゃうんです、攻めちゃん、あー、なるほどね、これはちょっとこう受けて、これカゴムレ、上から上からカゴムレ、サディスティ、あ、ね、ダメだ、あの、そういうね、あの歌詞にも著作権があるっていうことをね、あの、僕はもう何回もね、何回も言われてるんでね、さあ、この細かい、この細かいシール列伝やばくない、もう、もう、うわ、細かい列伝、うわ、細か、これは止められないでしょ、グッドゲーム、これは止められないでしょ、さすがに、さすがに無理ですよね、パッパッパラッパ、33枠、あざっす、はい、ということで、今日はこんな感じにしておきますか。今のところ無敗、やばくね、これやばいよ。はい、ということで、ゼロからレジェンドのね、動画の方も楽しみにしていただければなと思います。毎日、こんな感じではないんですけれども、クララの動画と実写動画アップしておりますのでね、スマホでご覧の方はね、ちょっと下行っていただいて、チャンネル登録のボタンからチャンネル登録していただいて、横のね、あのベルマークのボタンから通知をオンに設定していただけますと、明日もね、動画見逃さずに動画見れるかなと思いますんで、ぜひとも皆さんお待ちしております。そしてまだチャンネル登録をお済みでない方、ぜひともこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけますと、私のモチベーションがゲインと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちしております。そしてこちら、ゆるい系のね、ゆる動画系の動画ございますんで、まだ見てない方はぜひとも見てください。どれ、ご視聴ましょう。